この対決が実現してしまったか。楽しみにしていたぞ。さあ開幕、両者はどう動くか。諸君、健闘を祈る。隙をついてうまくチャージする。プレイヤー2、まずは体力リード。このまま行くか。画面端に追いつけた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。ここで決める。その弾力あっぱれ。一旦仕切り直しの前、ここでお互い次の手を模索しているか。体力差はある。さあどうだ。良いレベルが4になり、動きの幅が拡大。ドライフラッシュで前に出る。ここは中足を一つ、中足を見せて。これはめくり攻撃となった。針穴を先に通すのはどちらだ。もうギリ倒しきる。やるではないか。接戦でしたが見応えあったんじゃないでしょうか。同じような実力を持った者同士がこういう状態になることな。どちらかが SA 発動。そしてこれはガードが間に合っている。 SA への警戒意識が足りている。今のは見えていたんだろうね。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。突っ込んでいく。バーンとしている。まだ諦めるな。セキュラーズにゲージを使っていった。いざその調子だ。決まった。これは全てジェイミーの手のひらの上。月の裁縫。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、なんとここでバウンド。試合が動くぞ。大きなチャンスが到来した。中足、攻めのドライブラッシュ。ワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。ここで SA 発動しているが、おっと通らないか。今のは見えていたんだろうね。フィニッシュ。とどめだ。なかなか。